はい、どうもくまゲームズです。はい、ドラクエウォークやっていこうと思います。ツイッターの皆さんのおかげで、ワイトキングが倒せましてですね、宝珠がゲットできて、バリゲーン覚醒やっとできました。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。はい、それでですね、爆裂剣を打っていこうかなと思います。はい、めちゃめちゃ楽しみです。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、ブラックドラゴンで倒して、ね、まあ、試してみようかなと思います。まあ、バトマスにですね、バリゲーンの心をつけております。はい、で、まあ、武器は、一番攻撃力の高いグレートアックスかなんかですね。じゃあまず普通にやってみたらどれぐらい出るのかな。爆裂剣ありました。はい、敵一体に対比ダメージかな。おお、3555。いや強いんじゃない、爆裂剣ね。で、まあ、爆裂剣を、まあ、4回打つんで、4回攻撃するので、まあ会心をまあできるだけ漏れたらなと思っていて、まあキングスライムの心とか、あとはあのルビスの装備が、頭と鎧の上があるんで、それをつけてある感じですね。できるだけ会心が漏れるような、状態にしてあります。はい。で、縛ったからステミーバージョンでやってみようかな。うん。ステミーで。かけてあげたらどれぐらい出るんだ。これでもあれだよね、これだけ普通にやって3000とかか、ピックアップの武器とかなくてもこれあればまあまあ戦えるぐらいになっちゃうぐらい強いんじゃないですか。どうなんでしょう。はい、じゃあ捨て身バージョン、捨て身をかけた状態で爆裂剣打っていきます。はい、3600と、いや強いでしょ、十分僕の中では強い方なんですけど、皆さんどうなんでしょうか。はい、次はこれでルカに入れたから、ルカに入れてどれぐらい出るのかな。うん、まあブラックドラゴンはまああの3回攻撃の時はちょっと危ないんです、闇のグレスが危ないんですけど、まあ、とりあえず回復1人で大丈夫でしょうってことでね。はい、いやいや爆裂剣めちゃめちゃ楽しみにしてたんで、いやめちゃめちゃ嬉しい、本当ありがとうございます、皆さんありがとうございます。はい、じゃあこれで、ルカニが効いてスタミ、ステミが入ってる爆裂剣です。いや会心も入ってるからね、約7000。いやこれ強いでしょ、強くないですか。強いですよね、すごい使えると思うんですけど。うん、だからね、ピックアップ出なくてメガモン倒せないとか、ホコラ、まあホコラはだいたい3人敵3体いるからどうなのか分かんないけど、メガモンだったら十分使っていけるんじゃないかな、どうなんだろう。はい、まあ、順調にダメージを与えてますが、いや怒った、ルカに、捨て身、しかも怒り入ってます。これでうわ、しかも会心入って7000。いや楽しいね、面白いっすね、こんだけ。だからもっと、だから鬼コンボとの S とか入れられたら会心もっと漏れるわけだから、いや楽しみっすね。あ、もう倒せますね。はい、いやいろいろちょっと爆裂剣のやつ他のやつでも試していきたいな、面白いな。うん、いや爆裂剣持ってる人羨ましかったんで、よかったです、本当にありがとうございます。さあこれで心が C ってことだね。はい、 S まだ持ってないんで頑張りたいです。はい、またよかったら動画見てください。それじゃまた。